さて今日はですね、相談を持ちかける側の心得というテーマでお話ししたいと思います。くれぐれもですね、相談を受ける側ではなくて、相談を持ちかける側の心得でございます。まあ今日の話はですね、なんだろうな、あのー、一部の方にしか共感されないというか、まあ当てはまらないような内容かもしれませんが、 まあ、こういうことがあるよっていうことをですね、ちょっと共有しておきたいのでお付き合いください。えっと、僕はですね、まあ生意気にもですね、コンサルなんかをやらせていただく機会があるんですね。まあ、時々オーバーするときもありますが、基本はですね、時間は1時間で、えお客さんっていう、まあ、クライアントさんはですね、経営者さんやですね、個人事業主さんや、時々フリーランスの方、そしてアーティストの方などなど、幅広くいらっしゃいます。やっぱ多い質問っていうか相談はですね、やっぱり、うんと、このサービスを一人でも多い 多くの方に届けるにはどうすればいいですかっていうものですねあとは集客とかあとは引きんりの話などまあ、この辺がちょっと多いですかねまあ、それに対してえっ、ー、と僕がですねここはこうした方がいいかもですねとか、えー、ここちょっとエラー起こしてないですかみたいな感じでまあ、時にはですね、えー、ここに貼ってももう確実に勝ち目ないんでこれ撤退しましょうってまあ、ブレーキを踏むことを、えー、お勧めすることもありますねあの、お相手の方からするとですねサービスの広め方のアドバイスをもらおうとしてるのにいやこれすぐ撤退しましょうとか言われるもんですからもちろん最初はですねいい顔はされない ですけどもまあ、それもこれもですね。お相手の方を守るためなので、ここは、えー、ためらわずに言うようにしております。あとは何だろうな。壁打ちを目的とされる方もいらっしゃいますね。壁打ちっていうのは、うとまあ、考えを整理するためのディスカッションですね。僕も、えー、僕自身、3日に1度ぐらいは誰かと壁打ちをしています。まあ、自分で喋りながらですね。自分で考えをまとめていくわけですが、やっぱりね。この壁打ちの相手によって考えの整理がは,はかどったり、は捗らなかったりするのでで相手っていうのは大事なんですね。まあ,あの、コンサルと目打ってやっていることは大体。その そんな感じです。まあ、おそらく皆さんがイメージしていた通りだと思います。ただですね、そんな中、困った方が時々いらっしゃるんですよ。これどういう方かというとですね、コンサルをですね、何か、うんと、願い事を叶えてくれる場所のような感覚で、えっ、ー、と、受け止められているとか、そういう感じで来られるお客様ですね。極端な話をすると、うんと、サッカー経験はないんですけども、レアルマドリードに入りたいです。どうすればいいですかみたいな。 これあのー、最後がですね、クエスチョンマークで終わってるもんですから、ぼーっと聞いてるとね、なんか相談のような響きもしないでもないですけども、これね、相談じゃないと思うんですよ。まあ、言ってることわかりますよね。まず、 レアルマドリードってさ、その、情報仕入れたら誰でも入れる場所じゃないじゃないですか。子供の頃からもうサッカー漬けで、ドリブルもパスもシュートも技術ももう磨きに磨いて、それでもですね、ほとんどの人が入れない場所でですね、で、サッカー未経験者がですね、1時間コンサルを受ければ入れる場所じゃないですよね。なので、結論、これ無理なんですよ。ただそこで無理っていうと、なんかドエらい空気になるんですよ。それをなんとかしてくれるのがあんたの仕事じゃないのかよ、的な、なんか無言の圧力があるんですね。 これはやっぱりあの、裏技とか抜け道みたいなものがあると、どこかで思っていて、それを教えてくれるのが、えコンサルタントだと思ってるのかもしれませんが、まあね、日常的な言葉に置き換えるとですね、相談に乗る人っていうのは、そういう途方もない夢を叶えてくれる人じゃないんですね。例えば、え僕は時々ですね、とね、 今のところ絵とかは描いたことありませんし、物語も描いたことはないのですが、絵本を描いてそれを映画化してミュージカルにしてその物販コーナーで絵本を販売して、そこで絵本を知ってもらい、また映画にお客さんを流すみたいなことをしたいと考えています。どうすればいいですかっていう相談を受けることがあったりするんですけども、そんな答えをさ、1時間で出すことって無理なんですね。 なんかね、思うのはですね、相談とですね、願い事、これ分けた方がいいと思います。相談を持ちかけるのは、まあ友達とかコンサルタントで、で、願い事っていうものを持ちかけるのは神社とか七夕とかそっちだと思うんですね。っていう話をですね、えっ、ー、と、昨日していたらですね、 そもそも1時間のコンサルで人生が変わるわけないよねっていう、まあご意見をいただいたんです。ただ、それに関しては僕そうは思っていなくて、例えば、とミュージカル煙突町のプペルの日本公演をやるときにね、えー、と、そのプロデューサーにですね、 ま、ここはあの、きちんとコストをかけて、公演を撮影して、その、え、そして、英語字幕を入れた映像を作っておいた方がいい。それさえあれば、海外に売り込むときに、それが名刺になって、お守りになって、一気に話が前に進むから、その撮影に300万円かかろうが、400万円かかろうが、ここは絶対にお金の使いどころだぞって言ったんですけども、おそらくその20秒ぐらいで、そのプロデューサーや、えっと、カンパニーの人生って変わったと思うんですね。 なので、変わることに時間がかかるものもあれば、たったの一言で激変することもあると思うんですよ。タモリさんが僕にですね、お前は絵を描けて言ったのなんてまさにあの一言で、えっと、人生が180度僕変わったんですね。で、ミュージカル煙突町のプペルが、まあ分かりやすいと思うんですけども、えっと、相談や壁打ちって、うんとね、まあ要するにスイッチを押すことはできるんですよ。絡まってる糸を、解ほどくことはできるんですよ。 ただ、ここで言うミュージカル煙突町のブペルを、えー、そのものをですね、作らなきゃいけないのはあなたで、まずは素材を目の前に並べないと、アドバイスする側っていうのは何も言えないんですね。これ、ドラゴンボール世代にだけわかる例えをするとですね、コンサルの仕事ってね、うんと、ナメック星の最長老様なんですよ。絡まった糸をほどいて潜在能力を引き出してあげるっていうお仕事です。一方で、 えー、サッカー経験はないんですけども、レアルマドリードに入りたいんですっていう、その願いを叶えてくれるのは、シェンロンなんですね。やってることはですね、私を不老不死にしろだとか、うんと、ギャルのパンティーをくれっていうことなんですよ。それをですね、あのー、最長老様に言っても、何も返ってこないんですよ。 最長老様、ナメック星の最長老様ってギャルのパンティ持ってないんですよ。あの人がやるのはもう潜在能力を引き出すって。お前もうちょっとここ伸ばせるぞとか。お前こっちで攻めた方がいいぞとか。潜在能力を引き出すのが最長老様の仕事で。ギャルのパンティをくれるのはシェンロンなんですよ。<laughs> ま、まとめるとですね、誰かに相談を持ちかけるときは、ここの線引きをね、間違えないようにした方がいいと思います。